キック公式サイキックチャンネルをご覧の皆様いつもありがとうございます。キックです。ちょっとですね、新しい今後ねお仕事をしていこうみたいなことでね、最近いろんな人と交流しているんですけども、その中でねちょっとお花屋さん関係の方がいてね、でこの方がね長野なんかでね結構こう UFO のコンタクティの方とね一緒にいろいろお話をして、でその方がねすぐにね UFO を呼べる方でね、長野に行くと UFO がねすぐに見れますよみたいなその方から聞いたことらしいんですけどもね、この方がね不思議なのはね、そのまあお花屋さんの知り合いの UFO とコンタクトできる方の話なんですよ。いろんなことが人生であって、自ら命を絶とうとしたとしたタイミングがあったんだと。でところがね、まあ、偶然的に、まあ、たまたまなんだけども結果として死ねなかった。その時に頭の中にね、まあ我々は孤独ではないみたいなこう意味合いのねニュアンスでね、まあ宇宙人というね、まあ地球外知的生命体の宇宙人がパンとこうメッセージをくれてね、で要するに自分の自殺が失敗したことによって、宇宙人とコンタクトできるようになった。まあ、これ不思議な話でちょっとまあある種似てるなと思ったのが、完全無農薬で、リンゴを作る奇跡のリンゴのね木村明則さん、青森でまあね無農薬でリンゴを作るという世界に入り込んでしまって、で一時期は本当にお金にも苦労され、で家族にも迷惑をかけて、もう自分はダメだということで死のうとした時にね、木村さんが実際に山の中で自殺を図った時に死ねなかったらしいんですよ。木村さんがずさっと落ちてったところで触ったねその土、そのねふわっとしたその土に何かがあるんじゃないかっていう、ね、これもまあ研究していくと微生物であったりとか、で実際木村さんはねその UFO とコンタクトしたりね、宇宙人に無農薬でね、生物を栽培することのヒントをね、まあ、教わったっていうことはね言ってるんですけど、まあ大手のメディアでテレビに出るような時はそういう話はカットされてしまったりするんだけれどもね、木村さんそういう話をしている、このあたりがねなんかすごく似てるなと思ってね、長野でね、UFO とコンタクトできるという、方曰くね、そのまあ微生物っていうのかな、だったり土っていうものがものすごく大事でね、あと水ね、まあそういうことがいろいろ今まあ研究してるんだけど、これをまあね公に発表したりとかするということではなくてね、まあ独自に研究されているみたいなことらしいんですけどもね、宇宙人がいろいろなコンタクトをしてくる中でねヒントを授けてくれるらしいんですよね。でねこれらのそのコンタクトの中でね、非常に、まあ、いくつか聞いたんですけども印象に残ったのがね、願い事をしたりとか、自分がね、まあ、メッセージが欲しい、自分に必要な導きが欲しい時はね、太陽とコンタクトしなさい、太陽とお話をしなさい、お話をするといいよということをね宇宙人が教えてくれたんだと。まあね考えてみれば太陽ってアマテラスですからね、ある種神社に行かなくてももうね天照様が出てる時にねそこにこうお願いをかけるっていうことをするというのをね本来あるべきことなのかなと、まあ太陽活動とねコロナウイルスが関連してるんじゃないかみたいなお話ね以前の動画ではさせていただきましたけれどもね、まあ、太陽のエネルギーがね地球に届かなくなる時に世界に不況が起きる、ね人の世が乱れるということが今までにもあるということでね、やっぱりねその太陽とコンタクトするっていうことが非常に大事なんだなっていうのはなんか直感的にピントを僕も来たんですけどもね、方法が非常に変わってましてね、まずね、朝日とかではなくて、ね、太陽は最もこう高く昇ってねさんさんと輝く時がいいんだと。でこれはね気学なんかでもそうですけどもね、一番九紫火星の位置のね、一番真上はね馬ですからね、だから正午って言われるんですけどね、12時くらいの太陽、最もね頭上にバーッとこう太陽が出てるそのタイミングで太陽をね見てね、で、こっからがちょっと変わってるんですけどもね、まずね世界の平和、地球の平和というものを祈ってね、キン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 と7回
言うらしいんですね。7回キンキンキン、これまあ人がいる時は心の中でもいいなんてこと言ってたんですけど、まあ一応声に出してね、キン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 7回言うと。でその後に、まあ、自分自身が何かね、まあ、ヒントが欲しいことであったり、導きが欲しいことであったり、どうしていきたいのか、あるいは自分の願望ね、に対して良い導きがあったらね、お願いしますということで、もう一度今度は自分用にね、キン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 と7回。だから7回7回で計14回になるんだけれども、それを太陽を見ながらやるといいんだと。でこれを続けているとね、太陽から直接ね、言葉が降りてきたり、それが聞こえたりね、であるいはね、太陽と会話できるようになるらしいんですね。まあ、僕も最近やるようにはしてるんですけれども、長嶋茂雄さん、ミスターのね、こう太陽をね、太陽を食べるようなイメージングをすると、ね、非常にこうパワーがもらえるみたいなね、お話をされていたこともね、ありましたしね。そのね、こう太陽の力、ね、お月様ってよく願望成就のためにいいって言われてるんですけれども、どうもね、その月を使うっていうこと自体がね、あまりね、おすすめできることではないらしいんですよね。その宇宙人の、まあ、からのコンタクトのね、内容によると、月はね、月読みの御事で、死後の世界を司るものでね、陰陽で言ったらば陰ですからね、その陰の力を用いて何か願望成就みたいなことをしようとすること自体が、そもそもあまりおすすめできないんだと。まあね、満月の時にね、お財布をね、まあ、月が満ちるということで、お財布をこう満月にかざしてフリフリするとかね、新月って、新しいね、月と書いて新月、新しいことがね、始まるためのね、エネルギーみたいなものがあるから、自分の目標を立てるといいなんていう話がありますけれどもね、まあ、そういう月を使うということ自体がそもそもあまりおすすめできないっていうんですね。だからそれぐらいだったらば、太陽とコンタクトして、太陽と会話するといいと。目でね、最初は眩しいんだけれども、ちゃんと太陽をこう、まあ、見ながらね、コンタクトしているうちに、はっきりとね、太陽が見えるようになったりとかね、ちょっと視力が良くなるみたいなね、まあ、これ根拠はないですけどもね、みたいなことも感じるというか、そういうふうになる人もいますなんていう話もあるっていうね、ことでね、非常に面白いなって思いました。まあ、ちなみにさっきのお月様のお話に戻るんですけどもね、実はね、満月の時に、こそね、月って満月明るいですから見通しが良くなるわけじゃないですか。見通しが良くなるんで、満月の時実はね、新しいことを始めるといいっていうふうに言われているんですよね。で、新月の時はむしろ見通しが悪いですからね、エネルギーがそこまであるわけではないので、静かにしてるといいと、体を静養したり休めることに使いなさいなんていうね、これが本来であるらしいんですけどもね。だからそこもそもそもがこうひっくり返ってるし、まあそもそもお月様を使わなくていいと。ね、自分にとって必要なメッセージだったりとか、エネルギーをこうチャージしたい時は太陽を使うっていうね。なんかね、僕は朝そんなに早起きじゃないのでね、こうお昼の太陽でいいっていうのがすごくね、使いやすいなというかね、お願いしやすいなっていうので、一つやりやすいということでね、最近やってるんですけども、やっぱりね、直にこうどうしてもこもりがちになってしまったりとかね、まあ仕事をして最近ね、こうスマホを見る時間が多くなったりとかっていう中でもね、ちゃんと太陽とコンタクトする。で、まあ1日に1回でもいいからね、その儀式でね、手を合わせたりとか頭を下げるとか、そういうことはしなくてもいいらしいんです。ただ繰り返し太陽とね、こうコンタクトしていると、自然とそういう敬虔な気持ちが湧き上がってきてね、そういうことをね、まあ教えてくれたそのお花屋の方はね、やってるんだというね。まあ、この間バス停で バス待ってる時に、思わずやりそうになってしまったということで 危ない危ないと思ってやめたらしいんですけれどもね。ちょっとね、まあ、これを聞いていただいた皆様がね、すぐにでもね、やっていただけるんではないかということでね、陰の力を使って願望成就しようとするのではなくてね、
陽の力、太陽に対してね、地球平和、世界の平和を願った後に自分に対する必要なものを、ね、教えてくださいということでコンタクトするといいということでね、今回はね太陽とコンタクトする方法をご紹介させていただきました。いつも聞いてくださってる皆様ありがとうございます。チャンネル登録もできましたらよろしくお願いいたします。キックでした。ありがとうございました。